月子、月子、月子、ピンイン、アジーは、紀元前3世紀から1世紀頃にかけて、東アジア、中央アジアに存在した遊牧民族とその国家名。紀元前2世紀に、郷土に敗れてからは、中央アジアに移動し、大月氏と呼ばれるようになる。大月市時代は、東西交易で栄えた。真の始皇帝、在位。 前246年前210年の時代、中国の北方では、東古と月子が強情であった。一方、郷土は、陰山の北から、オルドス地方を領する小国に過ぎず、大国である東古や月子の間接支配を受けていた。ある時、郷土の前右東満は、大使である牧突を廃してその弟を大使にしようと、牧突を月子へ人質として送った。しかし、 東満は牧突がいるにもかかわらず月子を吸収してきた。これに怒った月子は牧突を殺そうとしたが、あと少しのところで逃げられてしまう。強度に逃げ帰った牧突は、父の東満を殺して自ら前後となり、早速東の東湖に攻め入って、これを滅ぼし、そのまま西へ転じて月子を敗走させ、ついで南の老藩、白陽カナ号を併合し、関祖内戦中の中国にも侵入し、 柴叩く間に大帝国を築いた。その後も依然として、頓庫付近にいた月子であったが、漢の孔、文帝、在位、前百八十年前百五十七年の時代になって、郷土老城前右廃下の右天王の政党に遭い、月子王が殺され、その頭蓋骨は遡き、毒露廃にされた。王が殺された月子は二手に分かれ、一つが石区古周辺へ逃れて、大月子となり、 もう一つが、南山郷、現在の青海省に泊まって、小月氏がった。石区古周辺に逃れてきた月市の残党、大月氏は、もともとそこにいた、最族の王を駆逐してその地に居座った。しかし、老城全偶、在位、全174年全161年の命により、宇嘘の困惑が攻めてきたため、大月氏はまた西へ逃れ、最終的に、 中央アジアのソグディアナ、俗徳に落ち着いた。そこで、大月市は、アム川の南にある、トハリスタン、大化を征服し、その地には墨城の旧密旧行、旧密旧工、総ナビキ城の総ビキ、サカリ工、総備旧工、森総城の木総酒利工、木昌旧工、薄ヶ谷城の富旧工、吉と、ん旧甲府城の甲府急工の五急工を置いた。 一方、前館では日々、郷土の侵入に悩まされていたため、ついに西方の月主と共同で郷土を打つべく、武帝、在位、前141年前87年の時代に、長剣を使者とした施設団を再域に派遣した。長剣は郷土にとらわれるなどして10年以上かけ、再域の大炎、皇居を経て、ようやく、大月四国にたどり着いた。 この時の大月氏王はかつて郷土に殺された仙台王の夫人で女王であった。大月氏女王は長剣の要件を聞いたが、すでに復讐の心はなく、国家は安泰しており、官が遠い国であるため、同盟を組むことはなかった。それから百四年、森総城の起草、クシャンサカリ公である九州客が他の四九公を滅ぼして、自立して王となり、起草をと申した。 旧治さむ客は暗息、パルティアに侵入し、交付、カーブルの地を取った。また、僕たち国、貧国を滅ぼし、その支配下に置いた。旧治さむ客は八十余年で死ぬと、その子の炎チ鎮が変わって、王となる。炎チ鎮は、天竺、インドを滅ぼし、小一人を置いて、これを、完了したという。この政権は、クシャーナ朝を指すものであり、旧治さむ客は、 クジュラカドフィセス、エンコーチンは、ビマタクトに否定される。しかし、中国ではそのまま大月氏と呼び続けた。銀賞列伝第九十二、大月四国、北は、全前,前、従前と接し、従前から、たびたび侵入を受けたので、ついに西のウスラ城、バルフエセントした。その王よりたら、キダーラは、遊武で、ついに兵を起こして、大戦、ヒンドゥクシュ山脈を越え、 南の北天軸、インドをおかし、カンダラ、ガンダーラ、イ北の五国をことごとく約束した。とあり、この頃の大月氏は、クシャーナ朝の後継王朝であるを指し、中国では、キダーラ朝までを、大月氏と呼んだことがわかる。その後キダーラ朝は、郷土、エフタルの信仰を受けた。月氏から分かれて、ナムン郷、現在の青海省に泊まった小月氏は、その後も行きながらへ、 三国時代の記録に、頓高山域の南、山中、チベット高原、京の西から総霊、パミール高原までの数千里渡って、月詩の予種である木、京、白馬京、紀牛京がおり、それぞれに、集合がいた、とある。また、義書にある小月詩国は、上記の小月詩ではなく、クシャーナ朝の後継王朝であるダ田ラ町の君主、ダ田ラの子が治める文国で、とは、 フローサ城、ペシャーアワルにあった。北氏、随所、新東女に見える秋竹特図はいずれも、月氏の子孫であり、月氏が、東港、紀蓮にいた時代、朝駅紀蓮三歩の秋竹城に寄っていたことから、中央アジアに、聖戦後、自分たちの故地を忘れぬよう秋竹氏を、国生とした。月氏という名の語源には、様々な説がある。世紀以来、トルク系。 イライ系、チベット系、モンゴル系、カッシートと多くの説が唱えられており定説はなかったが、近年は月氏はイラン系であるという説が有力だった。それは、1957年に発見されたスルフ・コタルヒブンや、1993年に発見されたラバータクヒブンなどによって、クシャーナ朝がイラン系言語であるバクトリア語を使用していたことが明らかとなったた。 その祖先と思われる大月氏及び月氏もイラン系言語を用いていたと考えたためである。ただし、これは月氏の子孫がそのままクシャーナ朝になったとする場合であり、クシャーナ朝の起源には土着民説と大月氏説があるので断定はされていなかった。最近の研究で新たに新疆で出土したウイグル語訳のジオン伝の中に延期、記事を 大月氏の遺留部族と記した箇所が見つかったこと、敦行文書の最天度強延気が月氏と記されていたこと、1980年代以降の言語学の研究と合わせ、月氏はトカラ語を使用していた可能性が高い。四季大演列伝や、感情再生伝などで、月氏の古地は敦光と記念の間とされている。しかし、和田清や江木和夫、森正浦は、月氏の領土は、 モンゴル高原西部から、新疆一帯を占めており、トンコウとキレンの間というは、その一部に過ぎないとしている。大月市のいた場所は、四季や、漢女に、大月四国のとは、水の北にあり、その川の南にある大河を約束させていたという、記述があることから、水すなわちアム川の北、ソグディアナにあったことがわかる。また、その周辺国として、北に皇居、東に大園。 南に大化、西に暗息、パルテアがあった。また、大月市の都は、干所では、漢市場、五干所では、乱市場、銀所では、露干市場から、薄ら城となっている。大月市は、ソグディアナに、聖戦後、トハリスタンを征服し、そこに五人の盛り港、急港、諸港を置いた。干所での高月盛り校が、五干所では、都密急港となっている。 これについて、五漢書再起列伝交付国の上に、漢書は、交付を後急行に数えたが、それは事実ではない。正しくは、暗息に属した後、月氏が暗息を破るに及び、交付を得た。とあり、大月氏のトハリスタン征服直後に、高月サカリ公を置いたのではなく、クシャン朝時代に、旧オサム客、クジュラカドフィセスの暗息、パルティア信仰によって、初めて交付。 カーブルの地を得たというのである。これについての事実は不明だが、起承及び北史では、感情の高槻盛利公を踏襲している。また、中国への仏教伝来についての一説に、相手の元こと武器元年、前2年に、大月四国王の使者やり、遺存が、不都教という経典を、慶矢氏に区伝した、というものがあり、釈老氏これが、諸説の中で最も早いものとなっている。 その他諸説をあげる、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。